こんばんは、おみやです。今日はですね、第2回目の総集編ということで、2019年11月22日から2019年12月31日までの動画をまとめましたので、どうぞ。まずは日光市にある焼きうどんが人気の毘沙門さん、焼きうどんとビーフカレーをいただきましたね。とてもね、熱々で野菜もたっぷり入って、この極太の麺もちもちしていて、バターの香りが広がりますね。カレーもとてもコクがあり美味しかったです。続いては鹿沼市にあります復興食堂さん、自家農園の野菜と岩手から直送される海鮮類が食べられるお店です。今現在お店は一時休店中のようです。びっくりしたのが、この野菜の天ぷらが無料でいただけると、甘みがありとても美味しかったです。生牡蠣は濃厚なんですけれども、さっぱりした味わい。海鮮丼は種類が豊富でとても新鮮さを感じました。そしてこの大きいホタテ、濃厚でとても甘みを感じられるホタテでした。私一人で贅沢してきちゃいまして、後でおはるさんにコテンパンに怒られました。続いては日光市にありますカタリナさん、こちらのお店、洋食やイタリアンを楽しむことができます。チキンカツとハンバーグをいただいたんですけれども、とにかくチキンカツが絶品です。サクサク衣に柔らかいお肉、そしてこのソースなんですよ、コクがあり深い味わいのこのソース、もうご飯が止まりません。ハンバーグなんですけれども、ジューシーでしっかりめな食感。おはるさんからカタリナさんのハンバーグを強奪して、それがおみゃーのやり方か。それはオカリナの相方のゆいぴーですね。そしてこのマスタードが絶品でしたね。ソースと合わさるといい感じのまろやかさと旨味を引き立ててくれます。さあ次なんですけれども、大田原市にあります中華そばさきさん、美味しい白川ラーメンがいただけるお店です。スープが絡む中太縮れ麺に、鶏と豚骨のいい出汁の出た鶏油の入ったスープ、大きい穂先メンマ、いい味付けで食感がたまりません。香ばしさと肉の旨味が口の中に広がる燻製チャーシュー、チュルチュルのワンタン、この頃から私太り出したんですよね。冬に向けてミートテックを蓄えていると意味不明なことを言ってましたね。とても美味しい一杯でした。続きまして日光市にあります虹子食堂さん、人気の中華料理屋さんで唐揚げ定食とエビチャーハンをいただきました。優しい味付けのエビチャーハン、おはるさんもこれぐらい優しくしてほしいですね。そしてこの上に乗っている揚げたエビがいい食感でたまりません。唐揚げはもも肉1枚揚げ、さっぱりジューシーでとても美味しかったです。続きまして日光市にありますラーメン貴族さん、カルビラーメンが人気のお店です。ピリ辛、ピリ辛、甘辛くて美味しいよね。そんな感じ、こんな感じなんだね。うん、で、こっち食べたらちょっと甘辛の味が癖になるラーメンです。私はテグタンラーメンの10辛を注文しました。メニュー表には7辛までしかありませんが、お店の方に言えば10辛までできるとのことなので、10辛を注文しました。激辛なんですけれども、タラの旨味をしっかりと感じることができる一杯です。ただ当時の僕に言いたいのは、ちゃんとスープも飲めよ、タラタラしてんじゃねえよと言いたいです。タラが入ってるだけに。続きまして宇都宮市にありますジュゲムさん、薬膳を使った体に優しい担々麺や餃子なんですが、おはるさんこの日は飲む気満々できましたね。私の注文したパイコー担々麺なんですけれども、喉越しのいい細麺で、スープはコクがあり程よい辛さです。餃子なんですけれども、酢と胡椒がおすすめとのことで、素材本来の味を楽しめるということで、肉汁がすごいですね。肉汁がすごいんですけれども、あっさりした餃子ですね。このパイコーなんですけれども、ほんのりカレーの味がして、ご飯がどんどん進みますね。本当にこのパイコー、パーコー美味しいですね。
餃子もですね、皮から手作りということでね、表面もカリカリして本当に美味しいですね。続きましては日光市にありますお好み焼きカフェ風見鶏さん。お好み焼きソースのかかったオムライスはあっさりしたご飯にトロトロの卵、そこに濃厚なお好み焼きソースがかかり、それらが絶妙に合わさります。そして豚キムチライスとお好み焼きなんですけれども、シャキシャキのキャベツに甘みとコクのあるこの濃厚ソース、豚キムチライスは辛すぎず絶妙な味付けで後引く味でした。でもこのお好み焼き完璧に焼いてきてくれるからいいですよね。でも私自分で焼いても失敗しないので。さあこの紅生姜がいいアクセントで甘いソースと混ざって、もう絶妙なハーモニーを奏でてくれます。そんなことがありましたね。デザートに鉄板パンケーキバニラアイス添えをいただきました。あっつあつのパンケーキにこのね冷たいバニラアイスが絡んで、とてもね美味しかったです。さあ続きまして、宇都宮市にあります日光スパ屋さん。12月24日でね、私の誕生日ということでね、無料の会員登録をすると特製のデザートプレートが食べられるということでですね、まずはねチーズフォンデュから食べたんですけれども、とてもね濃厚で、サクフワのこのバケットにこのチーズが絡んで、もう至福のひとときですね。ただ熱々なのでやけど注意ですね。濃厚ミートソースとイカの刺身が乗った明太子スパゲティ、このイカのね食感と甘みが明太子スパゲティと合わさってもうたまりませんでした。濃厚ミートソースですが、その名の通りとても濃厚で、生パスタがとてももちもちしています。さあそしてこのねチーズフォンデュのチーズをこう垂らして、ミートソースに垂らして食べるのもたまりませんね。濃厚と濃厚が掛け合わさって、平井堅さんぐらい濃厚ですね。瞳は閉じていませんが、もう楽園状態です。お誕生日デザートプレートをいただいたんですけれども、おはるさん僕の年齢を間違えたり、私のデザートプレートを少し強奪してみたりと、なかなかの暴れっぷりでしたね。続いては日光市にあります焼肉飯門店さんで忘年会をしました。某先輩が初登場した回ですね。まずは牛タン、そしてカルビ。ちなみにこの後47歳の先輩がひたすらカルビを頼んで、カルビ地獄になりました。そしてハラミ、いやね、もうこれ見てるだけ、あと音ですね、もうお腹が空いてきちゃいますね。冷麺がね甘辛くてとても美味しかったですね。この後ピスタチオ先輩と呼ばれるね、あの事件が起こるんですよね。ピスタチオ、それ今ないピスタじゃないんだ。結構さ、結構ケーキ来たら気持ちが減るじゃん、もう口の中で準備でいい。そんなことがあり、ピスタチオ先輩と呼ばれるようになりました。さあ2019年最後の動画、宇都宮市にあります花房さん。とてもねおしゃれな店内で、天性色ととろろご飯、田舎そばをいただきました。田舎そばはしっかりとした噛み心地、おはるさんの小指が立っているのが気になりますね。天性色はとてもね喉越しが良く、このとろろご飯なんですけれども、卵の味が上品で濃厚で、とろろとねこれもマッチしてとても美味しいですね。とろろと卵のダブル主演、ダブル浅野といったところでしょうか。懐かしいですね、ダブル浅野。花房さん、大そば以外のものもとても美味しくて、天ぷらもサクサク香ばしくて美味しいなぁと思っていた時に、私盛大にやらかすんですよね。ちょっとトラブルが起きまして、店員さんが気を利かせてくれて、いや大変申し訳ありませんでした。いやあの時は本当にご迷惑をおかけしました。そしてこの回のエンディングで、おはるさんがマスクをしながらですけれども、初めて顔を出したという回でしたね。さあ2019年も残り数時間です。おみゃーの食べ歩きチャンネル、おみゃーの食べ歩き
ャンネル違うよ、宮の栃木食べ歩きでしょ自分のチャンネル名も言えないポンコツでしたね。2019年は不慣れな年でしたが、素敵なお店を紹介できたと思います。はい、といったわけで、とてもね素敵なお店ばかりで、2019年をいい形で締めることができたと思います。次の総集編はね、2020年の1月からお届けしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。